一番ならではカマキリ拳法対カポエイラという非常に面白い戦いが始まろうとしています。まさに岩国富士は歴史のある中国武術とブラジル伝統の技が真っ向勝負、そんな戦いが今までにあったのかどうか。宙を舞い敵友襲いかかる、カポエイラが鳥ならば下からカマキリが挟み切る。瀬戸信スチースケ 79.9kg カポエイラ代表ブラジルマーカス・レロ・アウレリオ。どの大会でもこの巌流島では鮮烈なインパクトを残しています。マーカス・レロ・アウレリオ、カポエイラ戦士。赤方 78.0kg東龍拳代表日本瀬戸慎介。ご覧のようにカマキリ拳法の使い手であります。前回大会の菊の海川戦がとても印象に残って、自分はあのように相手のいいところも出し自分のいいところも出し、そして決着をつけたい両者の対戦です。まあ谷川さん、はい、興味深い戦いですね。まあこれぞ寒冷島ってですよね、カポエラ対、はい、本当にカマキリ拳法なんて本当にあの、ゲームの世界ですよね。いや本当ですね、本当天下一武道会の世界ですよね。その中で谷川さんはどのあたりを一番の楽しみにするんですか。まあ、噛み合えばすごいなと思いますけど、お互いにというか本当に出るかどうかなんですよね。さあこのファーストコンタクトです。間合いを詰めてきました。これあの瀬戸選手は、はい、今回会長っていうか規制を、はい、規制を発しながら戦ってきましたね。なるほどなるほど、ブルースリーみたいな、練習中にも随分大きな声を出していくという状況がありました。カポイラ独特の戦法、また瀬戸がその足をつかみにかかりましたが、これ内藤さん、確認しました、はい、本当に漫画のような戦い方しますね。レロアウレリオの面白いですよ。カポエイラ独特の足の感覚、無知のようにしなってきます。あれ一発もらうとそれで終わりますよ。そうですね、でこういう選手はですね、周りが開けば開くほど当たる可能性がありますから、はい、この辺はね勇気を持って前に行かなきゃダメなんですよね。瀬戸は前に冷たい、はい、瀬戸選手はね本当ね安全と危険の間のにしかチャンスがない。もう危険なところが出てきました。最後のパンチ、そして押し出していく。これはよくメロアウレリオパンチ一瞬効きましたからね。あれ食らってきましたからね、押し出しっていうか、はい、あの力で押したんじゃなくて圧力で押しちゃったんですね。今アウレリオは一つ選択を取りました。さあこうなると瀬戸にしてみれば今のパンチも要注意。足を持っていきました。今度は膝がある。膝もこれレロアウレリオは本当に足だけではないぞというところを見せつけます。上になってそしてご覧のようにパンチ、危ない危ない、瀬戸がちょっと苦しくなりました。瀬戸が苦しくなりました。かなり強烈なパンチが入っている。そのまま決まりました。一本勝ち。それにしてもマーカス・レロ・アウレリオ、谷川さん、はい、パンチも素晴らしいですね。素晴らしかった、まだまだ戦えるぞという余力を残しながら、マーカス・レロ・アウレリオ、これからの巌流島でのこの人の戦いぶりというのがさらにこれ楽しみになってきました ね。いや本当にやっぱりね、実力はすごいですね。そうですね、いや今日は強かった、強かったですね。強さを見せつけましたよ、はい、これで結局のところ今世界選抜が2勝ということになりました。日本は1勝です。まずい、これまずいですね。次の田村選手負けたらちょっとこれ大事な副勝戦になりますね。宮本武蔵の五輪書になぞらえられました。その火の巻中堅戦が終わりました。今マーカス・レロ・アウレリオが勝っています。
この鳩が勝った方に、はい、あのコーナーにつけるんで、ジンバタがね、今ジンバタは日本チームが1つ、はい、外国人選手が2つ勝ってるっていう感じです、ね、はい、うん、鳥居のまさにその色のジンバタが世界選抜には2本立つことになります。大きな拍手をお願いいたします。いや、それにしても谷川さん、はい、本当に面白いなと思うのは、一体どういう学校のようなパフォーマンスがありましたか。わー、ダンスとしてもご覧のように、そして回